なんかさ、俺結構さこのチャンネルやるようになってから、はい、まあ、やっぱヒップホップっていうかいろんなやつやってるから、やっぱブラックのミックスがまあまあいるわけよ、やっぱ、はい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 、でなんかその N ワードについてとか、はい、すごいんだよコメントとか俺もうどうしようみたいなかぐらいで、はい、あんま俺コメントそれに対してあんま今までしてなかったんだけど、はい、曲とか使ってんじゃん。はい、使ってます。はい、それに関してどういうなんかどういうふうに思う？なんかまずそもそも俺らはやっぱ黒人の血が流れてるからそこに対してのリスペクトもあるし、逆に日本人の血が入ってるからそこに対してのリスペクトがめちゃめちゃある、うん、だからこそ俺らは使うし、使っても食べるのは日本食だし、うん、使う言語は日本語だから、うん、なんかそこに対して別に俺がネガティブに感じることとか何もないし、こう逆にそれを見てなんていうのかな、真似するまではいかなくてもすごいポジティブなこう感情を持ってくれる人がいたらいいなとは思う、うんうん、だけどやっぱこう日本のガッツリ日本人とかガッツリ白人の人が使うのは、はい、まあ、俺もどうかなと思うやっぱり歴史があるからすごい、ね、なんか俺らは多分その歴史を親父から嫌ってほど聞かされるし、自分でも調べるし、周りがそういうの増えていけばそういう話もなるから、確かにそうだね。そう、そもそもやっぱこうルーツをたどってほしいっていうのがあって、うんうん、でもなんか俺もすごいこの前出した TikTok がめっちゃ炎上して、はい、バンされたんだけど、その動画。え、そうなの？でもそこに書いてあった一個にすっごいこいつバカだなと思ったコメントがあって、はいはい、俺らもなんか先祖全部たどれば黒人だからニュアって言っていいじゃんみたいなお前あるあるです、あるあるやマジでお前黙れよみたいな本当にやばいよ。しかもそれ俺らが最近流行ってるコメントに動画で返すみたいな、それ流行ってて俺の周りでそれもコメントがなんかお前らはハーフだから NIG までしか言っちゃいけないみたいな書いてあって、バカかお前らお前いいよ書いてもいいけどお前ら教養ないのみたいな、マジでなんか黒人、お前ら黒人だからなんで日本語喋ってんだよとか言われても、いやだって俺ら日本育ってんのここみたいな、育ってんのここなら N ワード言うねんみたいな、いやルーツ黒人みたいなお前らさみたいないや そこなんだよね結構頼むぜって何言うて、頼むぜマジで、なんで俺自分のこと説明してんのかなって、たまになんかなんで俺説明してんだろうってめちゃ思うもん、マジ思うよ、あれみたいな、なんかおかしいよなみたいな、マジ思う本当に、ね、来るでしょそういうコメント、めちゃくちゃ来るよ俺結構だって萎えるもん普通に、俺なんで質問なんで答えようかなみたいな、まあそれこそさっき言ったみたいにさ、なんかベイトみたいなやつもいるんよ、うん、なんか俺のコメントであったのはなんかハーフだったら両方ともの文化 OK みたいなコメントされてて、あ、まあそうなんじゃないですかみたいな言ったら、うん、じゃあ俺らもさっき言ったように黒人の血離れか先祖たどれば黒人の血入ってるから俺らも OK だねみたいな、くだらなみたいな、マジくだらない、何そのベイトみたいな、ね、お前が言ったよねみたいな、上げ足みたいな、マジみたいな、勉強してほしい。逆にその俺らじゃあルーツが黒人全員そうですってなって、うんうん、その黒人たちが生まれて今日に至るまで、はい、こう色がどんどん変わっていって、はい、その中でそいつらが俺らを差別してんだから、はい、ねもうさ分かるじゃんお前らみたいな、お前らが今やってることがそれだよみたいな、逆にお前らのちょっとね、近しい先祖がそれやったから今こんだけなってんだよみたいな、確かに確かに本当にめっちゃ思う。そうだよね、マジで思う。お父さんがナイジェリアだっけ？ナイジェリア人、ナイジェリアだ。でお母さんが日本人だ、日本人で。そうなんだ、はい、ナイジェリアとか行ったことあるの？いやまあなくてめっちゃ行きたくて、うん、そうちょうど行こうってなった時にちょアイシスがやばくて、ああそうでもビザも取ってもうチケットも取って行こうってなった時にテロ起きちゃって俺らの地元で、いやこれはちょっと今無理だね、そうなってからはまだ行けてなくてコロナもあったし、はい、そうめちゃくちゃ行きたいね、アフリカ絶対ね、マジで行きたい。俺も一回、まあ、小さい頃に住んでたんだけど、うん、最後行ったのがコロナの前の年ぐらいで、うん、やっぱでもねなんか感じるよね。でもやっぱその結構なんかあすげえいいとこだなって思ったし、うん、なんかでもやっぱ向こうでも圧倒的にやっぱ外国人扱いだったなって思った。逆にやっぱ、ね、そうっ白いから、しかも俺言語話せないからさ、やっぱそこが一番問題、はい、しかもその俺の父親が住んでるところさカメルーンなんだけどフランス語圏なわけよ、はい、はいはいはい、はい、そうそうそう、だからまあフランス語喋れない俺、はい、しかもその父親の部族の言葉喋れないしみたいな、うん、結構むずいなみたいな、日本でこうだし向こうでもそうだしみたいな、うん、いやむずいなみたいな、だからなんかハーフって一番すごいきつい
ところにいるなって思う。板挟みじゃないけど、そうだね、どこ行っても外国人扱いされるから、逆に自分たちのルーツを見失う子もいると思うし、うんうん、結構なんかそれ俺も感じるな。なんか行ったことないってだけで、うん、じゃあお前ら日本人じゃんみたいな、うんうんうん、っていうのも言われるし、行ったことにダッサみたいな、ね、っていうその日本から出たことない日本の人に言われたりとかされるから、はいはいはい、でなんかそうじゃないじゃんって、そうだね、そもそもが間違ってる、それは。確かに確かに、行ったことあるないとかじゃない、喋れる喋、うん、れないとかじゃなくて、うんうん、自分のルーツをどこまで理解してるかどうかだと思うし、結構すごいくだらないコメントがマジでもいいなって思う。そうだね、たくさんみんなもっと映画見てって思う。確かに確かに、もっとマジ映画ドラマ映画ドラマ見てって感じだね。マジ見てって思う。ちなみにさ、内容聞いてどんな TikTok か俺見たことないけど、見たと思うんだよ多分だってなんていうどういうところだ、そのバズってバンされたやつは、うん、その前らはハーフだから、うん、NIG しかまでしか言っちゃいけないみたいな、あ、なんかっていうのに対して俺らがはみたいな、お前ほんとバカってで、なんか俺の友達もあ、じゃあ俺も言っちゃいけないの、あ、じゃあ俺もなんか言いたこと言っていい、言わないとか言って、結構バカにしてて、すごい。でもなんかことの俺の TikTok 内のことの発端は、普通に俺らが N ワード使いながらこう、なんか何々しいってあるじゃん日本語で、はいはいはい、それを俺らがお前マジ苦々しいねみたいな動画をそれかそう出してそうだそうだ、したらなんかちょっと荒れてそのコメントに返しまくってたらなんかバカ湧いてみたいな。で 俺らでも一回も日本人バカにしたことない動画の中で、はいはいはい、で根本にそれがあんのに、うんうん、そいつらはそう日本人をバカにしてるみたいな思ってコメントしてくんの。そうそうそう、いやもっと見ろみたいなバカにしてんのは俺、バカにしてんのはそいつだけど、俺は日本人一切バカにしてないし、毎日味噌汁飲んでんだから当たり前じゃんみたいな、大好きだよ日本なめんじゃねえやみたいな、いやマジそれいや俺ほんと思うでさ、え見てんのみたいな、30秒とかね、まあ長くて1分やん、うん、見たら絶対そういうこと言ってないみたいな、全然日本人に対してマイナスなこと言ってないし、だからむしろ俺日本のアイデンティティ超強いし、日本好きだしみたいな、うん、えみたいな、俺日本人に何も言ってないのに、うん、なんでそう、なんで自分たちの方がなんか優れてると思ってんのみたいなコメントで、いや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 みたいな、前提違うみたいな、論点論点どういうことみたいな、なんだこのなんか変な なんかコミュニケーションなってんのみたいな、たまに超いい日本人もいて、なんか TikTok は小学生や中学生が多いので本当にすいません日本人がみたいな言ってくれるので、いやいいよお前謝んなくてみたいな、お前超いいやつじゃんみたいな、いや俺らも分かってるよそうね、分かってる上でめっちゃ面白いからバカにしてるだけなんだよねそう、バカに、まあ、俺もバカにするのよくないかもしれないけど、だけどこう俺は日本に住んでて日本が好きだから、うん、黒人だけどそういう俺らみたいな人種もいるんだよっていう、うんうんうん、その俺らみたいなこうイケててとか、うん、俺らみたいなアイデンティティ持ってるやつもすごいいるんだよっていうのを知ってほしいから出してるし、うんうん、なんか絶対にメッセージ性があるからそこに、確かに確かに、ただなんかそいつをバカにするためだけの動画じゃないって分かってほしい本当にそうだね、日本人を一切ディスはしてない。マジそれな。そういや俺多分そこ勘違いしてるなってめっちゃみんな思うね、うん、この話をしてる時にね、マジで。日本ってマジすげえ国だから。そうだよね、俺もそう思う。円の価値だってね落ちないし、うん、まあ、だから信頼があるしみたいな。確かに確かに。こんだけ一個のパスポートで行ける国の多さとか、うん、いやなんか日本ってマジやばいよ。マジやばい。日本はマジやばい。ね、俺すげえ好き、ね、普通に。パスポートとかも最強じゃん。どこでも行けんじゃん、ビザなしで。マジ最強。リアル。いやすげえと思うよ、まあ、健康だし、まずもう食べ物もめっちゃいいし綺麗だし、しっかりしてるしね、全部がね、全部がしっかりしてるし、ね、なんかみんな部屋分けしてるとか言うけど、うんうんうん、いいんだよそれだって思うマジで。だって俺らの国の子たちとかはさ、うん、もう明日死ぬかもしれないみたいな、いや本当そのレベルで、ね、本当にそうじゃん、うん、俺のね父親の国だって紛争だってめちゃくちゃあるし、そうだよ ね愛してだってあるから、うん、本当に怖い、怯えてる日々を過ごしてるのに、うんうん、ね、寝てうわって起きれるのがどんだけ幸せかも。いや本当そう、マジリアル。そうだね、だからね俺は超好きだよね、うん、ちょっとそこ知ってほしいね、俺ら日本めっちゃ好きよっていう、めっちゃ好き、めっちゃ好きうん